私たちは千葉県障害大学校桐桑学園の平成26年度地域活動学部のグループ活動として遠野小町ふれあいセンターの敷地に芝桜を植え管理を始めました。卒業後も地元の交友会の皆さんや有志の皆さんにご協力いただきながら毎年植え付け面積を拡大し遠野小町の新しい観光名所となるよう奮闘しております。私たちと一緒に芝桜を育てていただける方を募集しております。気軽にお問い合わせください。